限界うどんって書いてある。美味しいです。温馨提醒您，北九州市致力创造一个和谐舒适的环境。台北スターフライヤー初めて見た。すげえ、警察に撮ってもらってる。
ございます。ありがとうございます。おはようございます。台湾に行くやつがスターフライヤーが国際線が出てます。六本木ヒルズ、先輩に呼ばれて今日はここでお寿司を食べます。なんてとこだっけ。ここすごいいいとこだな。なんかニューヨークでも撮った記憶が。僕ら大都市で会いまくってます。ニューヨークでもあったね。それラーメン食べに行ったよね。あそこのラーメン屋潰れちゃって中華料理になってました。札幌みたいなとこでした。いや今東京で。そっか、そのさ動画もさなんか YouTube に上げてたよね。上がってます。まだ上がってるの。いや確かもう非公開にしてます。もう非公開にした。すいませんでした。これ六本木ヒルズですか。田舎もんなんで初めて来て。どうですか東京の生活は。カルチャーショックというか日本なのに海外生活。最初ビジネスマナーがすごいなとか言ったよ。じゃあ日本に行って、はい、なんかタクシーの乗り方とかもさあるから、まあ、そう一番下だから下がやらないといけないから、一人の時とか二人の時とか三人の時とかで乗る場所とかも違うし、うわそう全然知らなくて、なんか一番最初とか一番偉い人の席に普通に座りに行くみたいな、あれみたいな周りからやっぱ言われちゃうって。そう言われて、まあ、そこ何してるの、私帰国子女だからみたいな海外生活長いんだよ。そういう時に持ち出すあのカードみたいな。
あ、いら、いらないです。はい。はい。撮っていいですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。